これはね、ペルチェ素子を使った、まあ、発電で、右のやつはね、今日ちょっと作ったやつなんですけど、ちょっと油の量がね、小さじ1杯分ぐらいで、約1時間ぐらいはね、まあ、燃えますんで、こっちのはね、小さじ 2杯分ぐらい入るんで、2時間ぐらいいけます。これはまあ、昨日作ったやつでね、モーター、回してます。こっちのやつはね、今ちょっとこっちの LED のライトつけてます。まあだいたい 1.2V ぐらいね、今発電してるんですけど、これはね、乾電池1本でね、中で昇圧して 3V にね変換する基板入ってますんで、これダイソー商品やったかな。ね。これで一応光りますんで。ちょっとね、熱の伝導がちょっと、この下、アルミ指でね、触っても、やばいなっていうぐらい熱くなってないんで、ちょっとまだ、こうね、ペルチェ素子を抜く面のにね、まだまだちょっと不十分かなと。下の方もね、全然ぬくくなってないんで、下はね、まあ、冷却用のアルミなんで、ぬくもらないのがね一番いいんで、ちょっと昨日のこれとね、今日のこれとちょっと若干中の幅とか変えたりとかね、したんですけど、まあ、こっちの方がちょっとやっぱりぬくもってるかなと思う。ちょっと今指がパリパリっと当たって、で今ね、このペルチェ素子と、まあ、アルミの板ね、まあ、通常はシリコングリスっていうのをね売ってるんですけど、まあ、それはね、ちょっと値段がするんで、今私がね、ちょっとこういうテストで使ってるやつが、配管パテっていうね、これエアコンとかの室外機のホースをね、壁に入れるときに、まあ隙間をね、埋めるパテ。これほぼほぼね、もう買って、半年ぐらいね、経ってるんですけど、でまあ古いエアコンとかのやつにも、まあ、家とかねつけてるやつでも、もう10年20年してるやつでも、触ったら中の方とかね全然固まってないんで、これほぼほぼ、まあ、うまいことね、その状態で使っていけばほぼほぼずっと、まあ、固まらないんじゃないかなっていう、まあ、これにこのグリス、まあ、ウレアグリスっていうのをね、ちょっと、ホームセンターの方で選定して、これを、ちょっと混ぜてね、混ぜたものを、これの、その、熱伝導用のね、シリコングリスのね、代わりに使ってます。まあ、それで結構十分かどうかわからないんですけど、まあ、一応いけてますんで、これでいくとね、かなりの安く、まあ、使う量はね、ほんま今ちょっとなんですけど、もう一個これのね、今、最近使った中では、まあね、私が乗ってるちょっと車の、あれはホンダのね、ステップワゴンなんですけど、まあ、エンジンのね、ところに、ベルトついてるんですけどね、ベルト。エンジンの、まあ、クランクから、あとね、ダイナモとか、で、エアコンのね、コンプレッサー等に、こう、つながってるんですけど、前乗っとったね、ノアは、確かね、V ベルトでね、今回のホンダのやつは、まあ、平のベルトで、まあ、ちょっと溝が切ってあるやつで、で、まあ、ちょっとこう、
まあ、緩いっちゃ緩いですけど、滑るみたいなね、今ちょっとあったんで、ほんまやったらね、まあ、あの、針機構ちょっとついてるんで、まあ、貼ってもいいんですけど、ちょっと面倒くさかったんで、ベルトにのね、内側にこれちょっと指で塗りました。そうしたらね、結構あのベルトの滑りのね、ちょっと音鳴りとかはもう全然ならないんで、うん、だ結構、まあ、ほんまはね、あのベルト貼るとか、もう交換してもらうのがいいんですけど、まあ、交換はね、ちょっともう、あと7ヶ月後ぐらいにね、ちょっと交換するもう予定がちょっとあるんで、一旦もうこれちょっと縫ってね、対処しました。まあ、結構そういう滑り止めとかね、そんなにも結構使いますんで、これあのホームセンターで60円ぐらいでね、売ってますんでね。このグリスはちょっと290円ぐらいしたんですけど、まあ、ほんまあの、5グラムか、10グラムかね、20グラムぐらいで、シリコングリスっていうのをね、買ったら、日本橋のその、という電装部品ショップでも、なんぼやろ、結構ね、500円ぐらいしたんかな。まあ、それをちょっと考えると、ちょっとそれ、高いなっていうね。でもちょっとした、なんかもっとええやつ、ね、見たら、1500円とか2000円とかね、ちっちゃいなんか、ちっちゃいチューブに入ってるやつで、まあ、どんだけのね、性能があるんかわからないんですけど、まあちょっと今ね、ここでテストする分には、これで十分かなと。これもね、さらにもっとあの、改善していけば、もっと、今そういうところで売ってるね、商品を上回る商品も、これで作れるんじゃないかなとかね、考えてます。まあ、LED もね、あの、これ、このペルチェ素子ね、一応1個でつけてるんですけど、2個とかするとね、もっとパワーアップしますんで、あの、これ一応並列にね、繋いだりとかしたら、若干パワー上がっていきますんで、あの、これもあの、電池入れてるタイプのやつね、やっぱりちょっと電池入れてるやつの方がね、パワーちょっともう全然違いますんで、今ここまでしようと思ったらね、ちょっとここの熱もっとちゃんといくようにするのと、まあ熱もうちょっとね、この倍ぐらいちょっと熱いってくれた方がまだ指で触れるんで、このほぼほぼぬくもってないなと思ってね。でもまああの冷却側とか、まあペルチェ素子をね、あんまりこう、直接こう、通常ね、こういうセットとか売ってるんですけど、下にろうそくとか置いてね、ペルチェ素子上に置いてからの、あの、アルミの冷却の板が置いて、で、ファンで冷やすみたいになってるんですけど、うん、まあ、それでね、あの、一旦ここでも作ったことはあるんですけど、その熱がね、上に行くっていうのは、あの、上に行ってペルチェ素子があるとね、ペルチェ素子がもうその全体がぬくもってしまって、また発電の能力が落ちますんで、それをちょっと回避するために下にね、持っていくっていう方式をちょっと今あの考えてやってます。ちょっとうまいことね、作り上げればもっとパワー上げたりとかね、できますんで、まあ、以上です。まあ、なかなかね、このバテ使いますんで。よいしょ。上。